清里高原八ヶ岳とおおよその清里高原の位置。清里高原は山梨県北都市高根町に広がる高原である。八ヶ岳の南東六に広がる観光地として有名である。清里は1875年に浅川村と菓山村の合併により誕生した清里村に由来し、大あざ名は菓山だったが1964年に清里に改めた。 清里高原は観光地名だったが、現在では山梨県北都市高根町清里という正式の地名となっている。八ヶ岳火山は広大な裾野を持ち、清里高原はその南東陸に広がる高原地帯で開拓によって開かれた土地である。高所のため、気象変化が激しい。平坦な場所が少なく、急坂が多い地形である。1935年、 東京都西部の西多摩郡奥多摩町にある東京都水道局の小河内ダム建設のために土地を追われたものや入植したものなどにより開拓され国鉄清里駅を中心に観光地として発展した1970年代から1980年代にかけて安安アンアン、ノンノに代表される女性主が頻繁に取り上げたことにより安ン族が退去して押し寄せる清里ブームが起こった 周辺地域には押し寄せる観光客目当てのペンションやタレントショップ、ファンタジー調の店舗が乱立し、1975年の調査では87万人だった。観光客は1989年の調査では約3倍の254万人に増加、ペンションの数は約130棟に上った。1990年代初頭のバブル崩壊後にブームは沈静化し、特に 清里駅周辺店舗の閉鎖が相次いだ。最盛期には一坪500万円に上った駅前の地下は2017年現在では一坪3万円に下落している。現在に至るまで夏季は避暑地として冬季はスキーというリゾート目的で訪れる人が主である。また八ヶ岳への山登りに利用する人もいる。 清里駅前生鮮量サンメドウズ清里スキー場、アメリカから来日したキリスト教の宣教師で、清里開拓の父と呼ばれる、ポールラッシュが設立した、キープ協会が運営する生鮮量や、キープ農場、工芸家のギャラリーなどがある、藻駅の村などが観光名所となっている。周回するバスルートが複数あり、自転車を貸し出すところも複数ある。 ペンションなどの宿泊施設も多くある。ガソリンスタンドは3軒、コンビニエンスストアは1軒ある。街の外れには竹や渓谷もある。小海線の清里駅を中心に開けている土地であり、小海線は中央本線の小淵山駅、または北陸新幹線の作平駅から乗り換えることができる。ただし、作平駅からの場合、 小淵沢駅からに比べ所要時間がかかる。清里高原にアクセスしている路線は大きく分けて3つであり、それぞれ中央自動車道に最寄りインターチェンジが存在する。また、国道20号からも3路線に至ることができる。一般道は急坂急カーブが多い。ありがとうございます。